キチャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、なんと佐々木長崎にいます、プロ野球フレッシュオールスターゲーム2022 in 長崎、長崎ビッグ N スタジアムでスカイ A で佐々木解説していまして、今日の佐々木チャンネルはですね、有力な若手期待の選手を探せ、フレッシュオールスターを見てこれから未来へ、楽しみだな、今すぐ一軍でも面白いんじゃないのかっていう一押し選手を紹介します。まあ、今回もね、普通のオールスターと同じように今回もですね、新型コロナウイルス、陽性判定、もしくは今日一軍の試合があるんでね、それに出場するために、フレッシュオールスター選ばれても辞退したり、交換選手が来たりっていうところでね、まあ、なんとかこのね、長崎でもフレッシュオールスターね終わりましたけど、まあ、結果から言うとなんと7-4サヨナラスリーランヤクルトの赤羽選手が打つっていうね、劇的な試合展開で終わりましたけども、今回ですね、試合展開を追うっていうよりも一押し選手を佐々木がご紹介します。今日、出場した選手の中で佐々木が一押しする選手ご紹介しておきましょう。まずは一人目ね、なんと先頭打者ホームランを打った阪神タイガースの遠藤選手ね、こちら、初回ね、先発の日本ハム達選手のストレートですね、ライトスタンドへ先頭打者ホームランを打ったんですけども、満振りするっていうよりもゆったりタイミングを取って、強いスイングでコンパクトにね振り抜いて、まあ、結果ねあのホームランになりましたけども、非常にいい形のスイングで非常にいい形のホームランで、その後もですね、まあ、打てばね、やっぱこのフレッシュオールスターやっぱり MVP 取りたいと、100万円取りたい、フォアボールやと打っていきたいっていう中で、しっかりねフォアボール2つも選んだっていうところで、そういったところもね、しっかり自分をねコントロールしながら結果を残したっていうところでは非常に評価高いですね。まあ、最後ねサヨナラで、イースタンが勝ったというところで、もう本当8回まで最有力 MVP 候補だったんですけども、100万円が50万円になって優秀選手になったと。しかしですね、今後、ね、未来に向けては非常に、期待値が上がる。だからショート、中野とかいるんでね、だからうまくセカンドとかにね、入っていければっていうところもあるんで、まあ、糸原選手なんかとキャラカルビするかなっていうところはありますけども、非常にね、楽しみな選手で、皆さんもね、ぜひ覚えてください。さあ、続いてはですね、こちらです。じゃん。広島東洋カープ。坂田投手、122番、育成選手です。結果ね、ワイルドピッチなど3失点しましたけども、ナックルボーラーというね、今、日本では、ほぼほぼいない、ほぼナックルしか投げないっていうところで、ちょっと制球乱してね、失点を重ねてしまいましたけども、仮にこっからね、大きく成長することがあって、一軍で、このナックルボーラーとして活躍する、もしくは出番があるとなると、非常にね、楽しみですね。まだ、この、正確に扱えれてないっていうところでね、持ち味も出してませんし、いいところまだ見せきれてないんですけども、まあ、今後もしね、成長しきれれば非常に面白い存在になるんじゃないのかっていうね、この珍しさもあって、これからのね、活躍も注目していきたいなと思います。さあ続いてが東京ヤクルト柴田選手ね、こちらですね、まあアマチュアの時ちょっと怪我してね、投げれてなかったっていうところもありますけども、非常に、いいストレートを投げてですね、球速マックス150、常時145キロぐらいかな。それでも、スピードガン表示よりも非常に、強いストレート、キレのあるストレートを投げてるっていうところでは、今後ね、いい形の、ピッチャーに大きく育っていっていければね、なるんじゃ、ないのかなと。ちょっとね、社会人日報通行った時でも、ちょっと怪我がちだったっていうところはね、情報として聞きましたけども、スピードガン以上に非常に力強いストレートを見せるっていうところではね、まあ今ね、ヤクルト投手陣ね、結構層が厚いっていうところもありますけども、ここからね、非常に頑張っていけば、将来ね、期待したい選手ではありますね。続いては、西武ライオンズ、マメタ投手、124番、育成でね、選手ではありますけれども、非常にこちらもですね、ストレート、大体まあこのフレッシュオールスターね、あんまり変化球バンバン投げていかないっていうところで、もうちょっと変化球見たいなっていうところはありましたけども、非常にいい形のね、ストレート、ピッチングフォームから繰り出される投球っていうところは、バランスも良くてですね、いい形で投げ切れてたんで、今後ね、非常に注目度は高いなと。頑張ってね、試合感になって、いけるところをね、期待したいというか、いけるんじゃないのかなってね、思いますね。さあ、続いては、イースタン、キャッチャー、読売、
萩原選手ね、こちらまあなんかあの安倍晋之助2世って言われてるらしいんですけども、あの山瀬選手が辞退したっていうところでね、急遽あのオールスター出場になったわけですけども、最後のセカンドスロー若干握り損ねたかなっていうところありましたけども、このあの強肩はねすごいね、あの非常に力強いねスローイングもしましたし、コントロールもアウトしました。若干ねジャックしたんで、ひょっとしたらセーフかなと思いましたけど、そこからアウトにするっていうのはね非常に素晴らしい強肩を見せた。まあバッティングはねまだちょっといいところは今日は見えなかったですけども、今後のね活躍、ジャイアンツもねキャッチャーこれっていうのはね今なかなかいなくてね、原監督うーんと思ってる中で、ね、大きく育てばこのねあの萩原選手面白い存在になるんじゃないのかなと、思います。続いてはねまあもちろん、MVP を取った赤羽選手ね、あの最後大道選手のねストレート2球連続全く合ってなくて、あこれダメだなと、正直思いました。そしたら3球目ねものの見事に打った瞬間レフトスタンドへホームラン。しかもですね、いいあの竹岡選手が1軍に行ったために辞退したために急遽赤羽選手あの補充で出場が決まった。だから運持ってるね、大きな転機。しかも MVP100 万円ですからね、非常にね育成選手としてはそうね、あのいろんな意味でもねあの自分に投資できるこの賞金ができたっていうところは大きいですし、出なかったのに出れるようになったっていう運も持ち合わせてる。しかもその運をね自分の力でねそのこう引き寄せた、掴んだっていうところでは非常に素晴らしいバッティングだったんでね、今後の活躍も期待したいと思います。なぜなら MVP を取った選手を殺しておした活躍する確率が高い。ヤクルトだね、青木、昨年ね内山っていうところもイチローさん、あと里崎ねいますから、ね、岡本和真もいますからね、ね今回ね試合感になって頑張れるのをね期待したいですね。で続いてがですね、西武ライオンズ川野選手、内野手ですね。こちらまあバッティングね最後いい当たりでしたけどアウトになりましたけど、守備ねいいね、あのダブルプレー取った時も取ってから一塁まですごく早かった。まあ一回ねちょっと悪送球はありましたけども、守備はね今すぐにでも一軍で通用するレベルなんじゃないのかなっていうね守備力の高さ、あとはもうね打つだけだね、そこがうまくできればね非常に楽しみな選手だなっていうね、もう守備は一軍でも合格点上げてもいいんじゃないのかっていう素晴らしい守備だったと思います。さあ続いてが、梶原選手、DeNA ね、有数選手を4打数4安打打ちましたけどね、まあ、1軍でもね、スタート、出だしね、衝撃的なデビュー戦行きましたけどね、ちょっとそこからね、続かずっていうところで、まあ、このね、4安打を、引っ提げてね、これを起点としてね、後半戦、1軍で活躍できるようにね、頑張ってほしいなと。若干振り遅れと上向くところがね、気になるけどね、そこシュパーンって出てくればね、さらに面白いんじゃないのかなっていうところはあります。さあ、続いてがですね、このね、守備位置っていうところで非常に頭使ってやっぱチームでもねしっかりやってんだなと思ったのがですね、広島、長上選手、多分このねベンチからね指示とか出ないと思うの。でも終盤ねサヨナラになったら困るっていうところではしっかりね三塁線を締めてね守ってるっていう、それに控えねソフトバンク正木選手、まあ、もちろんねあの外野っていうところもあるんで不慣れだからね分からないところもあるかもしれないですけども、一塁線上がガラ空きでね守ってたっていうところではまあこれはね仕方ない。でもその中でねそうということはベンチから指示が出てないっていうことだから、ベンチから指示が出てなくてもそのね中上選手三塁側をねあのサヨナラの時にしっかり締めてるっていうところでは頭も誓ってねしっかり野球できてるんだなっていうところでね、まあ、今後ね活躍に期待したいです。続いてはですね、先発したウエスタン投手、阪神の森木選手ね、ドラフト1位っていうところでね、非常に楽しみで見てましたけど、ストレートはやっぱりね、息いいね。もう力強さもあるし、キレもあるし、非常にスピード感ある力強い球。若干ね、力んだ時に抜けるっていうのはあるけども、魅力あるストレートは投げてるけども、まあ、若干変化球がちょっとイマイチって、緩いっていうかね、全体的にんっていうねところはあるんで、まあねまだ1年目なんでね、まあ、このストレートをどんどんね磨き上げてそこにね決め球となる変化球を覚えたらねすごく怖さを感じる投手だったのかなと思います。続いてはですね、日本ハムの辰選手ね先発しましたけども、まあねこちらも森木選手同様にどうピッチングするかなっていうところはありますけど、やっぱまだしっかり仕上がってきてないのかなっていうね、全体的に緩さっていうのを感じて、なんか凄みみたいなね力強さっていうのはちょっと感じなかったんで、まあ今日が調子悪かっただけなのかもわかんないですけども、まあ1試合しか、ね、全員1試合しか見てないんでね、その中ではまだまだちょっと時間かかりそうだなっていうところは今日の試合だけだったらね見えましたね。あと DeNA の徳山選手ね、こちら早稲田大学出身っていうところでですね、まあ
比較的全体的にあのスタンダードな選手っていうか、多分何投げてもそこそこ器用に投げ切れると思うんだけども、今後のね成長としてはね、あの何か一つの武器を見つけていかないと、今ねオール5点満点の全てがオール3点のピッチャー、多分ねあの使う方としては安心して使える、その自分から壊れていくというかね、その安定感はあると思うんですよね。その中で何か一つすごい武器を見つけたらね、もっと伸びていく可能性があるんでね、ここからどう成長するか、それを見つけれるかどうかっていうのはね鍵になってくるんですね。続いてね、うわこの選手、いいなって思ったのはですね、東北楽天背番号30番宮森投手、育成出身です。今もねあのチームでは守護神2軍で投げてるみたいなんですけど、フォームのバランスもいいし、まあ大きいっていうのもありますけど、ストレートの力強さで、あのフォークボールっていうところでは、で一瞬なんかね緩いカーブ投げたけど、あれもなんかブレーキってめちゃくちゃ良かったんだけども、この宮森選手もね、いやこれもう支配下近いんちゃうかっていうぐらいのいいピッチングしてるように見えたんで、この宮森選手もね今後試合下になってどうなるのかっていうのはね、皆さんぜひ注目してあげてください。僕も佐々木も注目していきたいと思います。さあそれでは最後に、今日このフレッシュオールスターを見た中で、里崎がこれはいい選手だなっていうトップ2の2人の選手挙げたいと思います。野手1人、投手1人ね、この1人ずつこの見た中で、わっこれいいなっていうね。まず1人目、阪神タイガースキャッチャー藤田選手ね。セカンドスローを、その練習の時のセカンドスローも躍動感あったり、バネやって投げてたし、バッティングっていうところもね、あのいい形のヒットっていうのも打ちましたし、こう全体的に見ててどっしり感もあるから、これうまく育ったら面白いんちゃうかっていう、かなりの藤田選手期待値上がりましたね。だから今ね梅野、坂本とかね、一軍に、で活躍した選手っていうのはいますけども、これうまくね成長すれば全員抜けるんちゃうかっていうぐらいのこのね楽しみ感、この野手の中では本当に今日見た中では一番うおーって思うし、これひょっとしたらって思ったのはね、このキャッチャーの藤田選手ですね。まあ僕はキャッチャーっていうのもありますけども、非常にねあのスローイングも柔らかかったし、肩もねあれ盗塁されましたけど、ショートねあのエンド取らなきゃいけないよ、あれノッパンだったからね、ちょっとタッチが甘いっていうところありましたけど、スローイングも良かったし、バッティングも良かったし、なんかこう構えっていうところも安心感あったんで、こううまくね育っていけばね、レギュラータイガースのなれるんじゃないのかっていう期待値あるんで、非常にこれからのね野球人生というかストーリー、ちょっとこの藤田選手はね気にして見ておきたいなって思いましたね。そしてもう一人ピッチャーから、オリックス宇田川選手です。いや今日見た中のピッチャーで一番良かったかもしれない。しかもそれが育成っていうことにびっくりした。でしかも今回ですね、宇田川選手もあの柏木蓮がね、まあ、一軍に行ってて出場できないから急遽代役で出場したっていう運を掴んでね、まあ、その運よく僕も見れたから非常にね良かったですけども、まあ、変化球あんまり投げなかった。やっぱりねオールスターとかあんまストレートばっかり投げるんだけども、変化球ちょっとしか投げなかったんで、もうちょっと変化球見たいなっていうところありますけど、ストレートはねスピード感、力強さ、力感、キレ、なんか勢い一番良かったかもしれない、今日投げた選手の中で。そういったところではね、非常にこの宇田川選手育成、いや今すぐ支配下でも、まあ、こう変化球どうなのか分かんないけど、今日だけ見たら今すぐ支配下でも一軍ちょっとリリーフねバタバタしてるから面白い存在になるんじゃないのかなっていうところはね非常に感じましたね。だからこの宇田川選手、あと藤田選手、この2人のねこうこれからのストーリーっていうのはね非常に楽しみだし、皆さんもねぜひ覚えてもらいたいと思います。さあということでですね、佐々木が今日見た選手の中でわいいなと思うね選手を紹介しましたけど、一番いいなと思ったのはねオリックス宇田川選手、そして野手では阪神の藤田選手ね、この2人に今後も注目していきたいと思います。ということでですね、今回スカイゲーで、ね解説しましたけども、なんとですね7月25日月曜日18時から、フレッシュオールスターゲーム録画放送があります。今日はね生中継が BSTBS でしたけども、スカイ A は録画中継あります。最後の赤羽選手のサヨナラホームランまで、そしてヒーローインタビュー、その後のことまで、全部フルでしっかり、収録されております。ぜひですね、見逃した、方、そして、見れなかった方、
で、この佐々木チャンネルを見て見たいって思った方、そして今日佐々木が、いいなって思った選手をもう一回見返してみて、皆さんで若い選手の未来を見続けて応援していきましょう。そしてスカイエー録画放送ね、7月25日18時からね、ありますので、ぜひそちらもね、佐々木の解説とともにお楽しみにくださいね。ということで今日はですね、フレッシュオールスター佐々木が、期待株の若手を紹介するというコーナーをお伝えしました。ということでね、皆さん7月25日何回見ますよ、スカイエー18時から、ぜひ佐々木解説で楽しんでください。それでは皆さん